大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。そしてお疲れ様です。いいけどです。いいけどです。いいけどです。違う、いいけどさんです。こんばんは俺がいいけどかと思ったちょっと2人とも装備が変わりましたよ。あ、いい感じ。カリンかわいい、ね、バロン。皆さん、そう、バロン、そう昔作った、 普通に作るよりもちょっと A 装備、わー、これハイクオリティってやつやね。そういいな。俺もらいもん、違う、もらいもん、まあもらいもん、もらいもんそう、俺ハゲてないから、ほらハゲてません。そしてレベルがですね、21まで上がりました。今ですよ、このゲームやってた方々に言いたい、1時間あればレベル多分旬で上がるよ本当、18から21ぐらいまでね、1時間で上がったもんね。上がったね、うん、やばい、このゲームやばいよ今びっくりするぐらい早い早い。だからサポートジョブを取り損ねてんの実は。まあ、そうやな。そうで、アイテムが今ガガンボのハラムシカとリクガニのフンドシカ、この2つがあるんで、あと1つグールから手に入る、呪いだされコーブやったっけ。あ、ね、いいね、そってる。そうそう、取り行かなくちゃいけないんですけど、時間的にもちょうどいいんで、今からグール倒し行こうかなと。いやんのやで、ね、はこれいらんのやで今。どういうこと、ね、なんか、うん、ここ入った時にさ、うん、蜂のなんちゃらをくれやっていうおっさんがおったやんけ、なんかムービーがあった向こうの方に。そう、うんうんうん、でそれをなんかね渡すと、ギルガメッシュが出てくるのよ多分、うん、本当は後の方で出てくるやつがいきなり出てきて、はいってなんか渡してくれるんや、紹介状だかなんだかを、うんうん、でそれ持った状態でそのサポートジョブのクエストを受けるおっさんに話しかけるか、うん、なんか、うん、その話しかけてトレードするか忘れたけど、うん、なんかそれをすればサポートジョブがもらえるらしいのよ、うん、えそれに時間かかって A もの A のそうなの。そう、え、され神戸、え、どこやったっけ、そのおっさん忘れたなんか蜂蜜、そう、さっきもらったやつよこれ。蜂花粉花粉、なんか蜂花粉とこっちのやつ。オッケーオッケー、何それ、どういうこと何でもかんでもショートカットやなこれ。そうこので誰もその奥にじいさん、おじいさんに蜂の巣じゃね、蜂花粉を3つトレードするのや、うん、あー、ほんとや、蜂花粉クレイチョの場合。そうじゃ渡すわ、うん、はーい、3つ、はい、3つ、おムービームービー、おーザビさん、よく集めてくださったのを、いいえザビさんって言われたわこいつにギリガメッシュのご一行、おギリガメッシュが見れる、あ、こいつか、そうかそうか、おったな、それやった、俺はギリガメッシュだ、よろしくな、おー、よろしく、もう冒険者が蜂花粉を集めてくれての、助かるぜ、ありがとうよ、物々交換で悪いが、こいつを役立ててくれ、はあ、お、エルバンガー仲間だったよ、これは、冒険者たちにとってはとても役に立つものですの、ザビさんにも渡しておきますの、はい、ありがとうございます。本題、何の本題、バストア海、海に牛耳る海賊、あ、お前らがね、知ってる、びっくりした、びっくりしたな、突然、どうした、おお、なるほど、少し前に厄介な西の方を海を航海してたらどうした、おお、わあ、これはあれですね、ギガントオクトパスかなんかおるやろ、知らんけど、懐かしい。うん、一人の若い娘が倒れていた。はは、赤には何かと、縁があるから、お前の頭もね、赤いもんな。あ、農具、はいはい、忍者のとこや。忍者侍のとこやで、懐かしい。忍者侍のとこ。ザビさん、そいつはどうやらお前の知り合いらしい。俺、知り合いおらんけど、このゲーム。トテイさんかな。トテイさんやな。タルモンクの。うん、あの子っつってしな、間違いねえわ。サレ神戸取りに行くんやったらもうあの人に、うん、もう骨しばきもね、骨しばきほんまそれほんとそれやで。なるほど、おっちゃんだ、農軍帰るということで、いってらっしゃい。おい、エクスカリパーかなんか持ってるのかなもうテレミナー町、港町か、そうああそうそう、あんたに渡した報酬な、はいなんかもらったわ。絵の具に行く前にここにいるセリビアの、イサジオさんに声かけるとみるといい了解です。もう出てきた、ギルガメッシュの紹介状、そうそれで、うん、そのなんかさっきのまたなんとかさんにイサジオさんね、そう場所わかんない、はい任せろ、みんなついてる、こいつキャン見るわ、
便利だよな。便利やけど、ごめん、映ってねえちゅうことは、とも遠いわ。あ、おったおったおった。一番遠い。ことなかった。向こうだわ。はい。押したかな。あれ、こっちの方って本当にあのおっさんや。ああ、おっとっとっと。あ、やっぱこれは渡すやつやで、あれを。ああ、そうやな。うんうんうん。引っかかった引っかかった。おーい。お前、確かこのおっさんやなかったっけ、サポートジョブくれるおっさん。あ、そうね。ねえ。はいはい。お若いの、どうですよ、そうですよ。腕はまだまだ短くなりますよ。そう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 。国を守り、栄誉を見えたが、その裏で人に妬まれ、家族しない友を失った。寂しい男やな。金が後ろでめっちゃ動いてんな。そう、あれめっちゃあそこでずっとやってんのよ、あの人ら。何やってんの、ね、すげえ、読むのがさ、うん、ログが邪魔して困る。そうなのよ、お金だけやれるとねえ、荒野でやってほしいな。ほんとほんとほんと、それ名前出ちゃうけどね、あ、まあ、まあしゃあない、まあしょうがないしょうがない、うん、どんまい。事実を授けることじゃ、はいはい、腕前があることを見せ、あれやってみるか、はあ、やってみるでいいの、やる、ガガンを持ってこいと。あれあれ、ああ、待って待って、もし手に入れてることができればギルガメッシの紹介状でもいいぞ。おお、すげえ、ほんまや、紹介状持ってきた持ってきた持ってきた、おおおおおあっさりあっさり、なんだこれ、めっちゃ取りに行ったのに、めっちゃ取りに行ったよ。そう、なにこれ。あ、そうそう、サポートジョブの説明今出てますけども、まあ、レベルが今レベル戦士20かななんですけど、サポートジョブは半分のジョブをレベルを、使うことができますよということでございますよ。だから今ねレベル1しかねえけどね、例えば今出てますが、戦士が、あ、白魔導士がレベル10の時にはね、白魔導士レベル10までの、魔法が使えることができるという戦士になれるということでございます。便利ね、これね、便利。なんか今だから今、うん、だよね、カリン殴る戦車もね、見てもらうと分かる、分かる。見ようか見ようか、せっかくやったらね。今俺がレベルねないからあれけど、カリン見ましょう。で今ね上の方出てますけど、赤魔導士21で戦士10ということでね、殴る特化した戦士でございます。赤魔導士でございます。いい装備してんな。いい装備してんな。過去の遺産よ。リーピングブーツ、わあ、これ高かったな。これ取りに行ったんだが、これ昔確か。そうそう、本当だよ。本当本当。そうなんだ。今サポゲットした本なら。オッケー。うん、やったー。でもレベル1やからね、なあげようかな。シーフかなんかあげようか。役立たんな。まあまあぼちぼちサポも上げていきたいと思います。それも白あげようかな。白あげたいと思います。はい、ということでね、まあ、ちょっと短いですけど今日の動画はここまででしょうかね。はい。でしょでしょ。じゃあここへらかで。はい。こっちかな。アダマーズ。ではでは。せーの、ぽい。バイバイチョー。バイバイチョー。これいつ買うんやろな。いつ買うね。多分この回を重ねるごとに多分あ。そうそう、うまくなって。ではでは、バイバイチャー。